竹田塾の部長の中森です。はい、今回の動画はですね、竹田塾2020年ルートの文系数学の国公立のえルートの紹介となります。この動画は以前に行った生放送を再編集したものとなります。竹田塾。 はいといととうことで,で続いてですね、えーとまあ、東大レベルとてことなんですけど国公立のカリキュラムですね。はいで、まあ、基礎問題成功とか日大レベルのところまでは同じです。これまでとですね。はいで、えーとまあ、日大レベルの下、地方国公立リ整備に共通テスト対策というのが入ってすます。まあ、ここに関してはですね、あのー、今までの科目でも説明してましたがあの共通テスト対策用の問題集が出揃ってから改めて発表します。まあ、あの6月のね 19日かなあの、決める共通テスト、決めるセンターの共通テスト版ですね、とかがシリーズで結構一気に出たりとか、Z 界から実践模試とかが、ね、がっつり出てたりとかがあるんで、まあ、あの6月、7月ぐらいに出てくる参考書で、大体カリキュラムはまあまあ組めるかなっていう感じにはなってきています。はいで、中、えーまあ、国立の参考書、共通テストの次ですね、これが文系の数学実践、えーあ、重要事項完全習得編のこれは演習問題のみですね、同じく。はい で、ま、え、あ、ー、それが終わったら、こっちはあのまあ分岐の数学の次のやつじゃなくて、国公立標準問題集キャンパスですねをやっていきます。で、なんでキャンパスを入れているのかっていうところもうちょっとね付いて説明していこうかなと思うんですけど、これねあの結構その地方国 死亡とかの場合はありがちなんだけど共通テスト対策がギリのケースっていうのが割と多いんですよ。でそうなった時にそのもう過去問しかやる時間なかったりとかっていうケースが多くてそうなってくるとまあ文献の数学はそのまあ解説詳しいからできない範囲とかはこれでやってほしいんだけどその本番そのものの演習積みたいってなった時にその過去問を片っ端から買うっていうのも国公立の場合難しいかなっていうふうに思うので要は。 次第だったら、他学部とかの問題で結構つないだりとかできる、まあ、特に文系の学部だとそれができるんだけど、国立、それが難しいんで、まあ、電話帳といわれる入試問題正解やってもいいんだけど、それを用意するのも大変だってことで、まあ、キャンパスであれば、実際の学問、国公立から出てる問題の中で、まあ、両門をね集めてるやつなんで、まあ、それでやってもらうのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい はいそして、えー、その下のレベルが、まあ、ここに、えー、東大レベルってことで文系数学の「両門プラチカと」とまあ25か年とか27か年とかねあの辺をやるっていう形になります。でまああのー、東大の数がこれで足りんのかみたいな話がね疑問に思う方もいると思うんですけどこれはあのー、必要だったら追加問題集を、まあ、追加していくような形になるかなっていうふうに思いますしあとはね、あのー、まあ後でまた紹介しますけど「フォーカスゴールドルート」あるんで、まあ、そっちやれば。 いいかなとあの東大で確実に点取りたい人の場合だったらね。はい、でまあこっちの場合はね、あのー、まあ両門プラチカやって、まあ、過去問シリーズでまああれ難易度が分かれてるんで、まあ、確実に解かなきゃいけない問題を徹底的にやって過去問をしっかりやり込んでまああのたいないなう形ですね、はいまああのー、ただこのレベルに入る時にか結構大事なのはやっぱりその。 地方国公立レベルの完成度とスピードがすごい大事になってくるんで何ていうかプラチカに入りさえすればみたいな感覚でここのレベルに入るのはやめといた方がいいかなっていうふうに思いますね。で例えばそのじゃあ追加問題集として追加するっていうのは、まあ、武田塾の追加問題集にも今のところまだ入れてないですけど例えばスタエンやったりとかあるいはね地方国立レベルで1対1やってってみたいな人とかも結構いるかなと思うんですけど別にそれはそのこの参考書を終わらした上で追加で時間があったりやるとかだったら全然問題ないかなっていうふうに思いますね。 はい、というわけでこれがあの文系数学の初めから始めるの場合の、えー、カリキュラムルートになります。はい、いかがだったでしょうか。えー、こちらですね、基本のルートの紹介は一通り終わりになります、えー。次の動画ではですね、文系数学の追加問題集、分野別問題集の紹介となります。ぜひそちらを見てください。はい、今回は以上です。武田寺公式アプリ、ループ田のアンドロイド版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。